がプロデューサー、脚本家。息子のリチャード・ディ・ザナックもプロデューサーとなった。ネブラスカ州で生まれ、ロサンゼルスで育つ。14歳の時に年齢を偽ってアメリカ陸軍に入隊し、州兵としてフランスで従軍。帰国後、様々な仕事に就きながら作家となるべく売り込みを続け、1922年に初めての脚本を売ることができた。 その後、マック・セネットの下で働き、さらに1924年から1929年まで、ワーナー・ブラザースで多くの脚本を執筆した。1929年以降はマネジメントに移行し、1933年に、ワーナーを去って、ウィリアム・ゴーッツらと共に映画制作会社20世紀ピクチャーズを設立。20世紀ピクチャーズは1935年に、 フォックスフィルムを買収し20世紀フォックスとなり、ザナックは副代表として数多くの作品に携わった。制作した我が他には緑なりき、紳士協定、イブのすべての3本がアカデミー作品賞を受賞。ザナック自身も1937年にアービング・ジー・タルバーグ賞の第1回受賞者となった後、1944年と1950年にも 同賞を受賞した。1950年代には一戦から退き、ヨーロッパのインデペンデント映画などに関わるようになったが、後に復帰して、史上最大の作戦などを手掛けた。ありがとうございます。